真。あ、写真。行きます。行きます。はい、チーズ。はい、今日は。ありがとうございます。今日ユッキー休み？ユッキー休み。なるほど。連絡来た。あら、あ、じゃあ今日うまくなかったら俺やばいさ、一人さ。20秒前で初めはこっちかな。お疲れ様です。ありがとう。始まる。あ、これ、大丈夫ですか？あ、しです。OK です。だって、なんか、ボタン押さないといけないんですね。これ、今、オンになってるから、機内ミュートを設置するのに流れます。で、音楽流すときはここ外す。あ、OK です。ネットに。交換音？じゃないです。あ、音楽？じゃあ、外してください。はい。これで、こっち上げれば大丈夫。皆さんこんばんは。 JD マッキーのだからよはい、始まりました。今日も相方が2人来てくれています。それでは自己紹介お願いします。はい、DJ 新拓です。どうも皆さん、今日も、はい、今日もね、うん、1時間もり楽しんでいきましょう。はい、はい、よろしくビッグボイスだね。だからびっくりした ね、 今ね、マギもびっくりした。風邪ひいててね、ちょっと先週風邪ひいてたんですけどね、今日、まあ、いいで絶好調だね。長引いてるね。ちょっとあ、いや治りかけてて、やっと声も出せるようになってきたんだよね。あー、よかったよかった。じゃあ大きい声で、皆さんもね、風邪には気をつけてください。そうだね、夏風邪って一番きついよね、うん、きついですよ本当。暑いのに汗もかいて、マスクしたら蒸れるし、蒸れるしね。最悪だな最悪だったよ最悪だな本当にダメだそれ。しかも今雨も降ってるからね。そう、うーん、余計大変だ。湿ってね、口の周りが口の周りが湿ってて、言い方ちょっと違うな。違う違う、まあ、あるのかな、うん、うんうん。じゃあ、はい、はい、で、はい、まだ、うん、ご無沙汰でもないか、うん、はい、じゃあまた、久しぶりだね、はい、久しぶりですね。はい、しんしんしんごです。イエイ、よろしくお願いします。愛するしんごイエイアイドルシンゴってすごい久々に聞いた ね聞いたわ。2月ぐらいね、アイドルシンゴだったけど、ね、いきなりね、いつの間にかアイドルから降格されたよ ね、 多分ね呼ばなくなっちゃった。ちょっと寂しかった一瞬あ、そう、じゃあこれから呼ぶようにするね。ごめん、いい求めてるのかなと思った。恥ずかしい、恥ずかしい、ごめん。俺は絶対呼ばんからなお前呼ばなそうだなということで、今日ね、実はいつもは30分間19時半からやってる番組なんだけど、うん、今日早いですね。そう、今日は日田健先生からお時間をいただきまして。 ありがとうございます。そう、1時間スペシャルになりました。おい急だね、急ですね。急な連絡だったよね俺らもごめんね、突然お願いして大事大丈夫。そう、でも30分、いつもね30分で喋り足りないって言って帰ってるさみんな。そうだね、そうですね、うん、確かに。そう、だから今日はその喋り足りない思いを今日吐き出そうと。おやったー、ありがとうございます今日元気だしね。今日元気、うん、新たくね。そう、今日元気ですよ結構俺は、まあ、そうでもないけどどうした、ちょっとあの学校でいろいろあったわけさね。そうなんだ。から徹夜をして、そう、メンタル削られるっていう。そう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 、寝てよちゃんと。はい、隣に病原菌がいるからマジでマジで、あの免疫力落ちてると思う今大変だよ、すぐ移ると思うよやばいやばい。そう、今日はね、シンゴの隣にいつもいてくれるユッキーがちょっとお休みですね。寂しいね。ごめんなさい、むさ苦しいですね今日も大丈夫、花が一輪咲いてるさ。よよマッキーなんでなんでよマッキー、もう
来週は多分来てくれると思うから、うん、ほどね、鋭いジャックナイフがいないから、今日ボケばっかりじゃん。ね、確かに。フォッフォするはずね、ずっとこっから。ね、この3人は2回目ですよね。そう、2回目、2回目。そうだね、前もあったね。うん、前もあったけど、前もさ、みんなボケて終わってたね。グダ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 の。本当に、やっぱユッキーにはコメントで入れてほしいよね、ナイフをね、うん。あ、さっきね、連絡来て、コメントするねって言ってた。あ、やった、ありがとう。ね、嬉しい。ジャックナイフ待ってます。待ってるよ。今日は多分グダグダのグダだからね、もう。うん、結構1時間、ね。本当グダで終わる？グダで、いや、ここにね。あ、そうだね。拾えるだけね。メンタル傷ついてるけど。拾ってくれる。寝てないけどね。慎吾さんがいるから。ないし。うん。やっぱもしかしたらなんかね、面白いことが起こるかもしれないしね。そう、何かハプニングがね。そうそうそう、寝てないからこそ起こる。その通り。いや怖いよ。あげるよ。放送中に寝るかもしれんよ。もしかしたら。いびき流れちゃうよ。あ、これ。今日の曲目は慎吾のいびきです。どうぞ。ずっと大人がさけ。放送事故だよ。これだったらツイキャスとかでも流せる。大変。あ、そうだね。大丈夫だね。著作権ないから慎吾いるし。なんでだよ。ということで、はい、今日第26回目の放送です、うん、いっぱいだ、もう長いね、26回、うん、あっという間だよ、もう半年ぐらい経つかな、6月になってるから、うん、12月の最後の週からやってるわけさ、なるほど、そうだから、うん、もう6ヶ月ぐらい経つかも、半年だ、そんな感じなんで、うん、なんか、そんな30回いったらどうなるんだろうな、ねえ、パーティーだね、パーティーだろうな、多分ね、30周年周年じゃないか、みんなであのパーティーのなんか、なんだっけ、パーティー帽、そう、帽子かぶってクラッカーやろうよ、完璧にツイキャスかユーストリームか見れないよ、それね、クラッカーはパーってなるけど大丈夫、でもその雰囲気だけでもね、みんなにラジオで届けれたらいいなと思って、ね、そこまでには多分トーク力も上がってますから、うんうん、あと4回しかないよ、一応そうだな今日26回ですからね、あと4回か、4回、あと4回でどれだけ成長できるか楽しみにしといてください、はい、お願いしますということで、そろそろテーマを発表しちゃおうかな、そうですね、うん、行っちゃいましょう、じゃあ今日のテーマは最初の30分ね、前半戦、はい、はい、発表します、ドゥルル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 ルということで、今日のテーマ、まるまるフェチなんですけど、うん、人それぞれ、うん、例えば好きな部分があると思うんですよ、はい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 、なんか、うん、キューンってしてしまうような、はいはいはい、そのまるまるについてみんなでお話ししていきましょう、なるほど、はい、はい、ということで、メールアドレス、しんしんしんご読み上げてください。はい、久々ですね。ちょっと待ってくださいね。そうだね。ちょっと反対方向見てた。そう、ちょっとはい。じゃあメールアドレスいきます。はい。はい。797@fmgino1.com。うん。もう一度読みます。はい、797@fmgino1.com です。お待ちしてます。お待ちしております。どしどし。ツイキャスでも。だからよというコメントお待ちしてます、はい、ぜひぜひありがとうございます、ということでね、今日のテーマ〇〇フェチなんですけど、はい、じゃあみんなに一回シンキングタイムを、ああ、いいんみんなどんなところが好きかなって、シンキングタイムっていいんですか、ラジオで、そう、多分必要だと思うわけ、ああ、ありがとう、だから1曲目いこうかな、ああ、早いなそうそうそう、なるほど、ということでシンキングタイムの曲紹介、 DJ アラタークお願いします、DJ と思うじゃないですか、うん、あれ、ここはね、 DJ、 今日 DD のね、 DD 新進でいいの、 DD SNS がね、うん、 DD SNS、 SNS って慎吾中川慎吾って意味ですけどDD SNS が今日は1曲目やってくれてます、はい、やってくれます、そうです、じゃあちょっと自分から先に、 OK、 最近ね、やっぱりハマってる曲をみんなに聴いてほしいなと思ってて、うん、おでもじゃあ、ね、最近またアニメ関連、前もアニメの曲流したんだけど、うん、あれね、そう、ワンパンチ、ワンパンマンっていうの、 JD マッキーがいなかった、そう、いなかった時に、あの彼がちょっとあの、うん、おすすめっていうか、まあ、曲をね、そうそう、アニメの曲をすごいの流したんですよ、もうかっこよかったね、あれで、今日は
今日はね、うん、また別のアニメの主題歌なんだけど、うんうん、はい、バラカモンっていうアニメがあるの皆さんご存知でしょうか。ちょっとよくわかんないな。バラカモンわからんか、うん、初めて聞いたよ。まずワルパンマンから初めて聞いた。ワンパンマン初めて聞いた。ワンパンマンまた次じゃ説明するわ。ワンパンマン、ワンパンマン、ワンパンマン、ワルパンマン、ワンパンチマン。ワンパンチ、ワンパンチのワンパン。そう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 、ワルパンマンに聞こえたよ。それ俺の滑舌の問題だな、多分な。うん、今日のなんだっけ、バラ。そう、バラカモンっていうのはなんかね、東京で、うん、書道家として成功してる人がいるんだけど、うん、その人が主人公なんだけどさ、スランプ迎えちゃって、うん、でどうしても抜け出せないから、もうちょっと離島に行こうみたいな。どっかの離島に行って、うん、もうどこ、ごめん、そこら覚えてないんだけど、そう、その離島で行って、いろんな子供たちが人の温かみに触れて人間味を取り戻していくっていう、なんかほっこりする一応アニメなんだけど、それの、そう、主題歌で、うん、なんかね、スーパービーバーって方が歌ってて、うん、その主にこの曲のテーマが自分らしさ、だから自分らしさっていうのを大事にしていこうみたいなのがあるわけさ、うん、それを、まあ、ぜひみんなにも聴いてほしいなと思ってこの曲選びました。 OK、 はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、じゃあ聴いてください。スーパービーバーでらしさ。
皆さんこんばんは。 JD マッキーのだからよ始まっています。はい、1時間スペシャル、イエーイ、久しぶりだぜ。ということで今日もね元気にお届けしてるのですが、今日のテーマは〇〇フェチなんですが、皆さんはどんな〇〇フェチをお持ちですか？ほうほうほう、うん、確かに気になるね。うん、2人はまあ男だから確かに女の人でなんかここ可愛いとかキュンってしちゃうようななんかところってある？これ意外に言うの恥ずかしいんだよな。何デヘデヘしてそんなヘラヘラしてるから逆に恥ずかしくなっちゃうよ。こっちも真顔で言えばいいじゃん。待って、やだ。どっちから言うじゃん。DJ から行く？ DJ DJ から行っていいよ。いいよ。何個かもちろんあるで、うん、あ、何がいいかな。 DJ アルタクは、うん、匂いフェチ。あわかるわ。なるほどな。わかる、匂いわかるよ。匂いね、うん、髪のなんかシャンプーの匂いとかふわっとちょっと香る匂いよね。洗剤とかわかるかもしれない。いいよね。あのちょっと変態発言になっちゃうんですけど、うん、女の女性って、うん、あのめっちゃいい匂いじゃないですか。ごめん、ニヤニヤしながら言わないで。これこそ真顔で言ってお願い。じゃあの分かるよ、分かるから。男は大体汗臭い。ああ、汗臭いですけど、なんかやっぱしょうがない。女性はそういうケアっていうか、そのね、うん、なんだろう、がものすごくできるから、あ、なんか常にいい匂い。へぇ、ちょっとなんか、末っ子なのでね、DJ は。へぇ、一緒だ。そう、で、ちょっと、なんだろう、母性本能じゃないけど、うん、くすぶられる。匂いで、本能くすぶられるの。匂いで、匂いでってか、なんだろうな、一応。じゃフェチって分かんないじゃん。なんかそんな理由言われ、うん、言えって言われても、うん、まあな、まあ確かに。まあ俺、うん、はい、 DJ1 個言いましたもん。 DJ は1個言った。え、俺1個。じゃあ新進慎吾は、じゃないけどな。ね、じゃあもうそれにね熱が入ってるっていうか、もうそこを見てるんだろうね。いやもうね、やっぱりね、女性の、うん、俺クシャッとした笑顔がめっちゃ好きだわよ。ああの 鼻とか眉間にすごいクシャってさ、うん、シワ寄る子いるじゃん。うん、いるね。こっちら辺にさ、ほっぺたに線が出る人もいるんじゃん。あ、そう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 、かわいいよね。めっちゃ俺それ好き。ああ分かる。めっちゃ疲れ入れたけど。じゃあ笑顔フェチだ。そう、笑顔フェチかな。笑顔フェチか、笑顔フェチっていうのかな。笑顔フェチ、うん、笑顔フェチになるのかな。他には、他には、うん、どうぞ。DJ ま、DJ アルタク2個目。どうした？どうした？なんで積もってんの？怖いね。恥ずかしいなと思って。なんでよ。あ、じゃあ言います。2個目。はい、2個目。はい、足フェチ。あ、ガチだな。でもそれってね、うん、多いと思う。あの、あ、そうなの。じゃあ男の人って多くない？そう、多いですよ。だって少女時代とかがめっちゃブレイクした理由、なんか足めっちゃ綺麗だし、まあ一応顔も可愛いけど、足めっちゃ綺麗で足を売りにして出たじゃん。あ、そうなんだ。うん、美脚で初めて知った。そうそうそう、あれ、男の人って、うん、なんかあれじゃないですか、なんか胸か足かみたいな。え、お尻じゃないのそこは。あ、それもあるんですよ。うん、三択、三択かなんだ。基本胸かお尻か胸か足、まあまあ、うん、ってならない。3択ってあんま聞いたことなくて、3択だとしても、うん、この3択だったら多分DJ は足。ああ DJ 足、 DJ 足。そうか、そうなんだ、うん、どうですか、新信号、この3択だったら、この3択で選ばないといけないの。え、正直に言ってよ。ああ、ね、正直。じゃあもうさ、だからこういうのダメなんだって。だってさ、この3択考えてみ、一番マシなの足だからな。ケツと胸って、もうユキコさんがさ、ツイキャスのコメント、ね、ツイキャスのコメント、やらしいってよ、シンゴやらしいって。ユキコさん、シンゴやらしい。これもうなんで公共電波でこんなこと言ってんのか。俺もわからないもん。今日のテーマが〇〇フェチですから、ね、そうだよ。まあテーマに沿ってるってことだよな。うん、そうか、そうか、別に変態発言ではない。やっぱでもみんな女性だから、あ、女性じゃない、女性だから、男性だから男だからね、男だからしょうがない、うん、そうだよ。ということでね、それぞれ2つずつ聞いたところで、うん、今日は突然なんだけど、うん、ここで深層心理を判断したいと思います。あ、フェチの、あ、本当に突然だな。突然だな。はいはい、まず、はい、匂いフェチって言ってた、はい、あらたく、はい、あらたく、あ、あるんですか、はい、あるよ。怖っ。匂いフェチはより動物的本能が強いと言えるでしょう。
パートナーには言葉や理屈や条件よりもとにかくフィーリングや体の相性を重視する人が多いようですね。どうした？夜は野獣か？すごい。おっと？見えないけどな、新たくそんな風に。いやー、隠してんのかな。 DJ 装飾だから、ね、DJ 装飾、もう噛んだからいいや。DJ 噛んだからいいや。俺も噛んだわ、ちょっと動揺しすぎ。ということで、次ね。はい。じゃあ、慎吾。慎吾なんだっけ？笑顔なんだけど、笑顔って何フェチなの？あ、待って、笑顔ないわけさ。ちょっと近いやつ。近いやつ？顔フェチ。顔フェチ？顔フェチってもう顔じゃん。あるよ、唇フェチ。唇か。唇、あ、うん、でも聞きたい、聞いてみよう。実は、唇フェチさん。あっちに自信がないタイプが多いよ。ちょっと待って、ちょっと待って。違う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 。待って、近いの要求したじゃん、さっき。お、うん。そう、もしかしたらあっちよりも唇の感触の方が大事なのかもしれません。全然唇見ないかな。唇じゃなかったかな。面白い、うん、面白いっすね。自信ないんかい。一応、この公共の電波に乗せれるこれ。大丈夫っしょ。今日スペシャルだから。そうだね。スペシャルだよ。しかも、漏れなくそうだよ。そんなに恥ずかしがらないでみんな持ってるのは同じだから。そうだな。うん、ちなみに足と胸はなんかあるの？あ、そうだね。忘れてたよ。うん、足。あ、そっか。どっちかさ、胸の方がはっきり言っちゃったから。胸？わかりやすいかなと思って。じゃあ、太ももから。太もも太もも？足。足。足、そうなんか太ももと、うん、足の裏があるんだけど。足の裏？あ、待ってよ。足の裏？読むよ、はい、足フェチ男子は、はい、これは合ってるかもしれん、はあ、待ってよ、合ってるかもしれない。かなり芸術性の高い人だと言えるでしょう。おお、女性に幻想を抱いています。大丈夫か大丈夫かかもしれんね。合ってるかもしれん。どうした、どんな幻想？匂いとかね、母性本能とかね、うん、言うからね。幻想を抱きながら夜は野獣。そうだからね。ちょっと怖いぞこれは。すごいな、いろいろ混ざってんのお前のフェチ。怖っ。もう何も言えないなこれ。夜会えないや。夜会えないや。狼みたいになってるかも。じゃあ次、慎吾おっぱいね。お、言い方ド直球だったな。女性は言いやすいから。そうだね、お胸ね、お胸ね、うん、これはこのタイプは恋愛でも女性に甘えるタイプです。ちょっと待ってけ、やばいぞそれは。お胸の柔らかさや弾力に癒される男性は少し幼児性が強いようです。嫉妬心が強くて些細なことで焼き餅を焼いたり束縛してしまう傾向も強い様子です。慎吾さん、そうなんですか。ちょっとあながち間違ってないかな、うん、じゃあ1個ずつちょ整理していきましょう。いいよいいよ、はい、甘えちゃう。甘えちゃう。ちょっとなんか嫉妬とかやっぱ焼き餅焼いちゃう。焼いちゃう。え、で、何でしたっけ。あ、束縛とかしちゃう。束縛はね、まだ分かんないんだよ。あ、まあまあまあ、でも、あれ？でも、うん、わー、分かんないな、でも、か、どこにいるとか聞きたい時はあるかもしれない。あ、ね、あ、気になるよね、そこら辺は。我慢はするけど気にはするはず。なんか信じててもやっぱ気になると思う、そういうとこは。そうだよな、うん、どこにいるんだろう、何してるんだろうって、やっぱ好きだからさ。うん、うん、あ、じゃあん一つ聞きたいです。何？あのうなじフェチ。あ、うなじフェチあったかな。ちょっと待ってよ。うなじフェチ、うなじフェチね。あ、でも いるよね、結構うなじがいい。うなじフェチだね、多分。うなじフェチ、うん、だ、見れないじゃん、いつも。でもよく言うのあれだよね、そう、見れないからたまに見るこの、そう、そのふわっと感がいいみたいな。ちょっとなんか、うなじないやつだ。ないんかい。結構これ定番だよ、うなじは、ね、うなじは多分定番。なかった。でも面白いのはあるよ、足の裏フェチとか。足の裏ってどういう意味ですか。なんかね、この足、本当に足の裏ですか。足の裏めったに見れないの、その一応ね、靴下履いてるから、ね、大体の人は、うん、要はうなじのさらに上なんじゃないですか。ははー、うなじよりも見れないから。発表ね、うん、ふくら、あ、違う、間違えた。足の裏好きはマゾヒスティックなタイプ、うん、おっと、編みつけられたい願望がある。あー、なるほどね。はいはい、なるほどなるほど。それはないな。大丈夫、大丈夫なんだね、全然ない。大丈夫大丈夫。ちなみにさっき俺らに聞いてるけど、ジェリーマッキーは、あ、確かに確かに危ない、ね、何フェチ。マッキーは腕か。腕が好き。血管とか。血管は好きじゃない。マッチョ、それとも細マッチョ、それともガリ。細マッチョ。細マッチョね、うん、ちょっとさ、なんかバスケ部とかラインが入ってから綺麗にかっきりかっこいいのがね。何出してる2人
ごめんなさい、今伝わらないと思うんですけど、男性陣2人とも今、ね、一斉に腕出してます。腕まくりよった。マッキーどうすか。細いな。ちょっとプニプニしてんな。マッキーどうすか。もうちょっと腕立てして。はい、はい、頑張ります。プニプニしてるんですか。頑張ります、うん、プニプニしてる。あ、ゆこさんが今コメント来たり、ね、番組終わっちゃった。終わったんかい。
皆さんこんばんは、 JD マッキーのだからよー、だからよー、だからよ遅かった、始まってまーす、さあイエーイということでですね、先ほど30分終了しまして後半戦に参りたいと思います、はいはい、なんですがちょっとね、最後にユッキーからコメントいただいて、うん、私声フェチっていうことだったんですけど、ね、ちょっとユッキーの深層心理もね、うん、発表したいかな。よよよ、そうだね、声フェチ出しとこうね。おおおお待てよ、うん、声フェチない、声フェチないんかい、声フェチないんすか。慎吾さん持ってるよね、なんか、うん、一応ね、あのこの声フェチが出たら言おうと思ったんだけど、深層心理じゃなくて、あのね、男性と女性で、うん、やっぱ恋に落ちる違いがあって、うん、男性は目で恋に落ちるわけさ、で女性は声で恋に落ちるんだって。だから声フェチってのは結構生物学的に当然らしくて、うん、なんかやっぱりその男性の声から、うん、その女性の耳に、なんていうのかな、すごい快感じゃないけどそういうものを出すみたいな。へ、女性にその男性の声聞いたら女性側がなるらしい、うん、でなんかどっかで見たんだけど、うん、昔はほら狩猟、男性って狩猟系だから目を使うじゃん、うん、やっぱり。でも女性は社会の中で生きてるからもすでに声、この耳が発達してるらしくて、あ、それで結構声フェチっていうのは女性で多いんだって。へー、そうなんだ。へーだろ、へーボタンでしょ、へー、懐かしいなこれすごい、シンゴすごい。そう、ちょっとそれ覚えてたって、それを言おうとしたんだけど、うん、マッキーが声フェチって言ったら、うん、言おうとしたのにお前腕フェチって言うから全然違うと思って、まあ、腕もいますから、うん、腕もいた、腕、まあ、多いよ、ね、意外と、うん、血管フェチもいるしね、ちゃんとね、いる、血管謎なんだけど、ちょっと、じゃあ、まあ、つまりゆっこさんはもう女性としても、ああ、もうあの純粋になるやつ、純粋なる女性ですね性別的に、性別的に女性ですね、うん、素晴らしい、はいはい、ということなんだけど、うん、じゃあ次ですか、うん、待ってよ、ツイキャスコメント、ハイサイさん、はい、ハイサイ、シンゴって誰ですか、カリウシ58の人のことですか。あ、そうなの、あー、そうだとよかったなごめんなさい、もうちょっとというか、まあ、かなりかっこいいです、自分よりはじゃあはっきり言わないと違うって、すいません、自分はあの、はい、ただの大学生のシンゴですはい、龍大です、龍大です、3年次です、どうも、学生です、学生です。よかったね、でも勘違いされたらちょっと嬉しかったんじゃん、ね、ちょっとよかった、ねね、次俺またギター弾こうかな、 ね持ってきてよ、カリウシ58弾こうか、うん、歌も歌えるし、その時だけシンゴになるね、じゃあちゃんと、うん、おカリウシ48ぐらいにして、ハイサイさん、あーね、はい、ありがとうございますショック受けてるね、ファンかもしれないしね、もしかしたら、ごめんなさいということでね、後半戦のテーマを発表したいと思います、はい、じゃあ新たく発表してください。後半戦の話題は浮気です。ドゥドゥンドゥン最近ね不倫とかね、うん、なんか賑わせてますね、うん、そうだね芸能界もね、あの1週間前に、うん、出たじゃないですか4人で、うん、あの時に自分がちょっとまあ応援ソングとしてファン、某ファンキーさんの曲をね、うん、流したんですよね、うん、そうだったね、覚えてますか、覚えてる覚えてる、だってねユッキーとマッキーのためにこの曲選んだって言ってくれたから、で次の日朝起きたらですよ、うん、あのヤフーニュース見たら、うんまあ、某ファンキーさんがなんで笑ったの、怖いよその声やっちゃったやつ、うん、なのでまあ、うん、他にもいろいろね、商店の人とかいろいろ不倫とか浮気なので、うん、今日はちょっと話してみましょう。そうだね、ね、浮気について、うん、ちょっと浮気についてか、うん、浮気でテーマなんだけど、どこからが浮気ということで、なるほど、そう、うん、みんなは結局多分人それぞれ違うと思うわけさ、うん、なんていうの、例えばマキがここから浮気と思ってても、シンゴからしたらえそんなことでやきもち焼くのとか、逆にそこまで許してあげられないのって思ってしまうような、うん、なんていうのかな、自分の浮気の基準ってあると思うわけ、はい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 、多分法律的には肉体関係があったら浮気って認められてるんだけど、そうなの、そうなんだ、そうそうそう、なんだけど、初めて知った、へー、うん、なんだけど、なんていうの、自分の基準、まあ、その法律とかじゃなくて、そうそうそう、
この自分たちそれぞれの基準、うん、なるほどについて話していこうかな、うん、最近ね某ミュージシャンバンドマンと人気タレントさんとかね、芸能界がね、うん、ちょっと賑わせてますねその辺のお話は。だからさっき慎吾がねツイッターの話してたじゃん。なんだっけ、なんかあいつを止めろみたいな。ああ、そうそうそうアーティストが名前通りになってるから。そうね、あの一番すごいやばいバンド名がいるじゃん、うん、終わっちゃうよね、なんちゃらの終わりみたいな某終わりで、そう某終わりがいるから、うん、やつを止めなければ某が終わるみたいな、うん、ね、そういうのがあったから、うん、結構そういうあの浮気ネタじゃないけど、うん、考えないとな、じゃあって思うよね。どうします、んマッキー行きます。マッキーから行こうか。じゃあマッキーから、うん、やっぱ女性がやっぱ、そうそうそう、マッキーはねやっぱね手つないだら嫌かな。あー、わかるわかる。自分の基準としては例えばだよ、なんかフォークダンスとかで仕方なく手つなぐとか、うん、転びそうな人助けるために手つなぐとかだと全然いいわけ、うん、だけど気持ちがあってその手の間に、おそれ難しいなそしたらちょっと嫌だなっていう。なるほど。ああそれは確かに、うん、なんですか、なんかデートに行くとかあるじゃないですか、なんか一緒にご飯行くとか、うん、あもうちょっとそれは、まあ、全然いい。ご飯に食べに行くのって多分大人になったら相談とかね、あ、まあ、仕事の話とかで絶対あると思うわけさ、うん、だけど手つなぐっていうのは、でもしそのご飯行く前の段階で手つないでたらどうします。あもうダメさ、あもうアウトですか。ご飯行った後の段階で手つないでるのダメさ、気持ちがあったらダメさ、もう結局もう手つないだらダメさなるほどね、そういうことよ、うん、難しいな浮気か、うん、浮気のラインか。新信号は俺はね最近ちょっと心狭くなったかなと思うんだけど、うん、いやでも基準はマッキーと似てるよ、やっぱり手つないだらアウトってのはあるんだけど、うん、ちょっとやっぱりあのなんだろうな、さっきの深層心理もあったんだけど、うん、普通に男の子と喋ってるだけでもモヤっとするときある。あーそれはやきもちだね、うん、それやきもちだよねこれね、うんうん、浮気ではないけど、浮気ではないけど、まあだから別に2人で遊びに行くってのももしかしたら俺はあーどうだろうなーってなるあーどうだろうなーってなる。もちろんいいけどね、行ってくれればいい、うん、言えない遊びみたいなあるさそうだね、言えない遊びっていうのもなんか言い方おかしいけどそれに関してはちょっと、うん、あれって思うかもしれないね。うーん、なるほど、ね、もうちょっと心広く持とうかなそれはやっぱそれはまあ、うん、いいみたいの、うーん難しい。長年付き合ったり、うん、やっぱりなんだろうな、自分の視野が広がった時にこの感覚って変わると思う。ああ、年下ですよ、ね。そうだよな。うん、マッキー年下ですよ、ね。先輩ですから。すごい今いい言葉だった今。本当？突き刺さった？突き刺さった。彼女いらない歴何運年だから今。ここで発表しちゃうの。ね、運年って言ったからね。さっきからもうね、前半戦から結構慎吾はもう。飛ばしてますから、素直だね、はい、うん、仕事は素直ですからね、うん、はい、じゃあどうですか DJ さんは。 DJ も一応一緒かな、手つなぐのも嫌だし、うん、じゃあなんか2人で飲みに行くとか、なんか2人でご飯行くとか、うん、ああてかなんか一応行ってほしい、うん、行く前に、やっぱりな、行く前に行ってほしい。でなんかもしかしたらそのご飯行くのも、うん、なんかやっぱ相談があるからかもしれないし、うんうん、なんか昔から仲のいい男友達かもしれないし、うん、ただ飲みに行くのは本当に嫌だ。まあお酒が入ったらね、お酒が入ったらなんか何するか分かんない、うん、まあ、あの飲み会とかなら別にいいんだけどね。そうそうそう、差し飲みってことでしょ。差し飲みは、うん、あと合コンもちょっと合コンはもう行く意味ないと思う。もうちょっとダメでしょ、まあ、あなんか人数集めとかで、うん、呼ばれたらまあちょっと学生多いよね、そういうのちょっと考えるか。でもやっぱ行ってほしくないなみたいな。怖いなそれはな。それこの行くとこが知ってる人とかで多かったから、なんか別になんかあーじゃあ大丈夫かなとか思うと思うんだけど、やっぱりちょっと嫌かな、うん、ってはなるかな。なんか2人とも青いね、おっと青いですか若いなと思って、まあ俺は若いです、俺は若いです、ね、僕も若いですから。今ね歴代なんていうの23、22、21じゃん、うん、年齢だんだんだんだけど、うん、なんかほっとした一応真
真ん中、ジジマキ真ん中だから。真ん中だけど、なんかさ、2人とも青くて、あ、なんかこんなにピュアなんだなって思ったら、ちょっと嬉しくなっちゃった。いや、やっぱ大事にしないといけんから、うん、ピュア心は。この気持ち大事にして。頑張る頑張る。うん、汚れないように頑張る。ツイキャスのコメント、ね、AKB ファンさんが、うん、酔って他の女の子とキスしたらもう終わりですかね、わら。なるほど。それはダメだ。それはもう確かに。うん、そうだよね。酔っ払っちゃったら一応、しかも覚えてないとか言われたら一番なんか嫌だよね。立ち悪いですよね、本当に。うん、ダメですよ。ダメですよ。酔っ払ってそんなことするのもいかんですよ。そうそう、もう酔っ払ったら本当にダメですよね、たくみさん。そうですよ。ね、皆さんお酒は気をつけましょう。強い二人ともお酒。自分は、うん、飲み方間違えなければ。そうそう。あー。キープ、あの、俺はあれ、なんていうのかな、あの、セーフラインが分かる。あー、いいことだよ、それは。あのね、味がなくなったら俺潰れる一歩手前って分かる。そう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 、自分はあの男女構わずハグしだしたらもう終わりですね、うん、それ大丈夫、浮気じゃない、これは、ね、ちょっと危ないよね、大丈夫かな、これはちょっとね、彼女が見てようもんならどうしようもなくないかそれ。で、多分その彼女が一緒にいるんだったらその場に、うん、多分せいはかかるんですけど、うん、彼女に抱きつくか。そっか、それだったな。酔っ払ったらね。次の話いきましょう。恥ずかしいもん、ちょっと公共の電波だから、もう俺バカ乗っちゃうから今日は。ということで、そろそろね、ちょうどね、はい、うん、他にね、なんかここからが浮気だと思う恋人の行動はということで、うん、調べてきました、いろいろ。あ、今日マッキー絶好調ですね。絶好調だよ。ちょっと1時間だからね。さすが。準備しないとね、何があるか分かんないからね。確かに。ということで発表します。はい。他の異性に好意を持つこと。ほう。うん。メールや LINE を頻繁にすること。おお、結構厳しいな。うん、あとはね、結構今出てきたかな。二人きりで出かける。うん、やっぱそうだよな。うん。キスをする。それダメだわ、いかんですもん。キスは力入ってますよ、今日 DJ アラタク。キスはいかんね、うん、キスはいかん。あとは一夜を共にする。ああ、もうあといかん、一夜を共にする。本当にいかん、それはもう本当にいかんな。もうダメだよね、最終手段っていうか、言い訳ないもん、法律触れちゃうから。うん、浮気ですね。これはもう完全なる浮気ですね。、はい、だからよ、もう、あ、だからよ、だからよ、やっと。今日一発目揃えましたね。始まって40分以上経ってますからね、うんうん、でも一番多かったのはやっぱり手をつなぐだったみたいです。手をつなぐ、うん、やっぱここから入るんだろうね、いろんなことが。確かに、そうだね、うん、手つなぐってだってそんな関係じゃないとないもんね、うん、なんか ABC とか昔の人よく言うじゃん、うん、あ、それの段階 A じゃない、手つなぐって。そうか、そうか、そうなんだね。じゃなかったっけ。そうの気がする。うん、やっぱ恋の始まりなんだよ、手つなぐのは。マジか。じゃあ始めるためには手をつなげばいいのか、逆に。あ、いいんじゃない、ね、それで相手がパッて、なんていうの、さあ、なければ。声もちゃんといい声出しながら、うん、声フェスに戻る。あら。あ、これモテる法則できたの今。ね、今ね、完成した。モテるっていうか、30回目ぐらいにもちょっとこういう報告できるかな。女の子を落とす法則が今できましたよ。あと4回だよ。あと4回で彼女作るの俺。よろしくよ。頑張る、うん。ということで、そろそろ今日1曲目いこうかな。そうですね。はい、DJ アラタク、うん、どうしようかな。悩んでる、まだ。悩んでて、うん、ちょっとこの話題に乗っかるか、それともまあ他の曲でちょっとひねくれるか、うん、どっちがいいですか。この浮気の話題に乗っかって曲を流すのか、それとも、うん、まあ、そこはまあちょっと、ね、リスナーの皆さんのためにも、うん、乗っからないで他の曲でいくか。でも乗っかってる曲聞いてみたいよ ね、 ね、あ、想像できない。はい、じゃあそっちにしましょう。あ、乗っかりますか。あの某ゲス、某ゲスのバンドのボーカルが、もう一個バンドしてるんですよ。その、うんうん、ゲスの前に組んだバンドで、うん、ほうほう、インディゴラエンドって知ってますか。知らない。はいはいはい、聞いたことある、聞いたことある。自分は、じゃバンドとかロックめっちゃ好きで、うん、聞くんですけど、某ゲスよりも断然インディゴ派。へ、うん、あんまりゲスよりがそんなに売れてないんですけど、うん、はい、ボーカルが一緒なんですよね。ボーカルが一緒です。気になる。こっちの方がちょっとロックっぽいかなと思って。なるほど。その中で、まあ、自分の好きな曲をでは流したいと思います。はい、はい、インディゴラエンドでさよならベル。
話。はい、ということで JD マキーのだからいは始まってますが、今日はここで突然ですが、宇宙フェスのね、3人がつながった、あのイベント、うちのミュージックフェスタのメンバーに電話して、ちょっと浮気についてそうだね経験者っぽそうなそうそうそうあの方に取りますか ね電話してみようかな、ちょっと試しに電話してみよう、突撃ですね、じゃあ電話鳴らします。はい、はい、撮るかな、撮ってほしいな。だからね、でも本当に突撃だからな、こっちで聞こえるの、あ、鳴ってる鳴ってる、いやーなんて、もし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 って喋ってみて、もしもし、あ、呼び出し中だったんです、あら、出ないか、出ないかもしれないです、クルルが聞こえません、ね、最初聞こえたけど今聞こえない、声変えてか出さないとやばいかななんていうの、なんかよくある、もしもしって僕はあのちょっとボイスチェンジャーなんとかです、私はなんとかです、え、いきなり電話したけど、なんでかちょっと声変えないといけないかな、本当に取るかな、電話、マッキーの JD だからよ始まって以来の初めての ね試み、そう、お電話だから、おお、ぜひ出てほしいな、出るか、ちょっと音切りましょうね、 BGM ね、はいはい、あ、鳴ってる、聞こえる、出るかななぜ彼が選ばれたのかはちょっとあの自分たちも謎ですよね、謎です多分浮気したことがありそうな、ありそうな、なんか浮気したことがありそうなって結構失礼だよな、ね、取りません、取りません、あー取らない、寝ているかね、あちゃー、まあこういうこともありますよね、そうだね、うん、まあ、突撃すぎたってのもあるかもしれない ね、もしかしたら次からはちょっと後ろからアポ取りしようか知らない番号、そう、2回も着信入ってるよってびっくりするかもしれない、こっちにね折り返して電話来そうだねでも突撃も面白いね、面白いね、うん、うちフェスメンバーがね、いるから、しかもね、あの内地本土にね行っちゃったメンバーも何人かいるし、そのメンバーとも電話だったらラジオ一緒にできるし ね、うわ楽しみ、なんかいい新しいなんか企画ができたね。ね。JD マッキー。これ番組さ始まってる間に折り返しとか来たらさ。びっくりだよね。ね2回も電話入ってたんですけどみたいな。あつどちら様ですかって言われても。来て、ね、来てます。ね。今日のテーマ浮気についてだったんだけど。そうだな、浮気か。電話でいっぱいいろいろ聞きたかったんだけど、あ、ね、じゃあこの話どうすか、何何、あの不倫と浮気の違い、あー、わかります、おー、結婚ですか、あー、もうそうらしって聞いた、これ本当なのかなと思って、でもなんかそんなのマキも聞いたことある、結婚してたら不倫で付き合ってるだけだったら浮気、いや不倫、不倫かでもなんか、不倫しないでねって言う、なんか浮気しないでねなら、まあ、なんか聞いたことあるっていうか、ドラマとか映画とか、ね、で不倫しないでねってなんか、あ、今聞かないな、不倫ね、どうなんだろうね、まあ不倫みんななんか多分浮気でまとめちゃってるんじゃない、結構その分けないで、はいはいはい、浮気、結婚してても付き合ってても浮気は浮気みたいな、不倫も浮気みたいなあるかも、あるでもここまで来たら何どっちでも一緒っていう、まあね、やってることは同じだから、まあ、ちょっとでも重い感じがするのは不倫だよね、確かに、確かにね、なんか後ろに家庭がなんかうわそうそうそう、あ、想像しちゃう、いろいろごめんなさいと、そっか、不倫でも最近不倫のあれも多いよね、ドラマっていうか多いね、そうそうそう、いっぱいある、ちょっと嫌なんですよ、なんで DJ、
なんかドラマとかではなんかキャーキャーするくせにこうやって実際に現実起きたらなんかうわーとか言うから、うん、みんななんなんと思ってもう人間ってしょうもない、うん、でも多分よ現実と理想は違うよね。まあそうなるんですよね結局。そうだね、そう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 、やっぱりなんかドラマの中だったらどんだけファンタジックでもなんか現実じゃないし、まあ、まあいいな面白いなって思うけど、うん、現実にしかもね、うん、あの爽やか系な人がいきなりボンって不倫できちゃったら、ね、すごい不倫だよねあれね、うん、ボーファンキーさんですか名前言ってないのに今ボーじゃないよそのじゃあそろそろね30秒前になっちゃったので、あ、まあね、早いね1時間、うん、今日の相手は JD マッキーと DJ アルタクとシンシンシンゴでした。来週もまた聞いてくださいね。せーのバイバーイ。